会話学校で夏休み何をしますか国に帰ろうと思っています国で何をしますか家族に会おうと思っています使い方 メイさんは、夏休み、何をしよう、と、ずっと考えていました。そして決めました。夏休みは長いですから、国に帰ろうと思いました。そしていよいよ、明日から夏休みです。クラスメイトのリンさんが、メイさんに質問しました。 夏休み、何をしますかメイさんは何をするか決めていますので、こう言いました。国に帰ろうと思っています。と思っていますは、決心してからずっとそう思っているときに使います。思いますと、 思っていますの違い思いますは今考えた時に使います思っていますは前から考えていて今も継続して考えている時に使いますと思っていますを使ってみましょう練習 高校を卒業したら働こうと思っています来月東京に行こうと思っています。 将来、家を買おうと思っています。将来、イギリスに住もうと思っています。 明日、韓国料理を食べようと思っています。将来、看護師になろうと思っています。お疲れ様でした。